はい、おはようございます。スカラ農園です。今日は関口の、苗屋さんですね、関口苗屋さんに来ております。こちらが前回踏み込み温床で、押していたハウスになり、育苗ハウスですね。で、あれから上にバイドを、乗せて、種まきを、して今のところ育苗している段階ですね。まあ、ちょっと来たらまたお聞きします。はい、こちらはこれですね、クロベーナスですね。はい、クロベーナスが発芽してます。いや、小さいのがいっぱい出てますね。こちらの、地温の方が、32、3度ですね。で、室温の方が、室温は24度ですね。地温の方がやっぱり踏み込み温床で今地熱が上がっておりますので、温度が約10度近く高いですね。いい感じです。そしてこちらの方は今日染料とかですね、撒いたみたいですね。で、発芽するのに、今度気温がどんどん玄関期に向けて温度が低く、気温が下がってきますので、こちらのアーチパイプにしてあるサイド、こちらを保護してあげる、脇から来る風をですね、冷たい風などを防ぐためにサンホットなどを使ってガードするみたいですね。こんな感じです。いろいろと種がありますね。こちら水ナスですね。関口苗屋さんはたくさんこの育苗ハウスがありますので、ここはほとんど、ナス専用のですねハウスになってます。他にもたくさん苗がありますので、興味がある方いましたら、あ、はい、お世話になっておる、います関口苗屋さんです。おはようございます。おはようございます。今年もよろしくお願いします。今ちょうどナスの、種発収したところ、苗撮影していた、させていただきました。はい、ちょっとあの服道をかぶせてしまって申し訳ありませんでした。はい、はい、感じですね。今日は作業は、ね、はい、この脇のなんかビニールなんか、そうですね、あの毎年が明けて、はい、最初の一粒万倍日、はい、大概3日か4日か5日あたりなんですけど、はい、その時に、年内最初の種まきをします。で、そうですね、あ、最初に今シーズンの最初の種まきは12月28日に、はい、クロベっていう出荷農家さんが、はい、生産農家さんがお使いになる苗を一部まいたんですけど、はい、でそれが発芽したものが、はい、こちらで、これですね、はい、はい、2日からちょっと恵んで、はい、昨日発芽しました。昨日発芽したんですね。はい、そうです。あ、すごいですね。ほっとする瞬間ですね。そうですね。はい、それで、はい、今日はその横並びに、はい、残りの生産農家さん用のクロベの種、はい、それから、生産農家さんプラスご趣味で家庭菜園で飼われていらっしゃる方に人気の千両二号ナス、はい、あ、千両二号ですね、はい、柔らかいやつ、はい、そうですね、はい、それから、長ナスの畜養という種類を巻きましたね、はい、こちらですね、はい、で巻いた上に、はい、ですね、上にかぶせる土を、はい、はい、全部、あ、かかってますね、この青いニットポールみたいな、この支柱みたいなのがちょうど枠で仕切りですね。仕切りですね。ちょっと曲がっちゃってますけど、すいません。染料とか畜養とかいろいろと分けてあるんですね。はい、で、一応種の札をここに、はい、あの置いてはありますね。分かる気持ちがね。すごい。はい。大体この一区切りでおおよそどのぐらい、うん、何粒ぐらい入ってるんですか？これで大体1000。千粒、すごいですね。ですね、この細いところで。畳、まあ半分ぐらいですよね。のスペース。そう、半分か、そうかな。そうですよね。まあ1枚、ざっくり1枚かな。そうですね。うちの場合はバラ巻きを、ナスについてはバラ巻きをして、はい、ある程度育ってから、はい、あの25の連結ポットに、はい、移植をして、はい、
大きくして、はい、ある程度の大きさになってから接ぎ木の作業にっていう感じになりますね。あ、はい、なるほど。あ、直接バラ巻きですね。そうですね。で、25マスのやつですね、はい、なるほど。今日はナスだけで終わりになってますね、はい、はい、この苗すいません猫さん、はい、今日あのこの苗っていうのは、うん、夏野菜の苗っていうのは、はい、関口苗屋さんの方では、うん、個人でも苗って購入できるんですか？あ、もう全然あの1本から入り込んで、はい、売らせていただいてるんですけど、あ、ただあの接ぎ木の苗ですね、はい、ナス、トマト、キュウリにつきましては、はい、結構あの人気もあるので、もしご興味のある方は、はい、ご連絡をあらかじめいただいておいた方が確実かと思います。はい、ああそうです、はい、で見学は全然あの、はい、スタッフさんじゃないですけど、はい、自由なので、はい、自然とか野菜作りにご興味がある方はいつでも、はいはい、覗いていただいて、といっても私もまだちょっと勉強中なので、いえいえ、もうね、本当にいろいろと勉強されてて全然です、全然です一緒に楽しくこういう感じですよっていうのをシェアする感じでよければってことですね、はい、すみません、そうです、 ありがとうございます。はい、はいはい、ということで今日は、はい、ナスの播種してから、1日経過したね、状況でした。これが踏み込み温床ですね、自然の力、発酵熱を利用した、栽培方法、昔からある方法ですね。はい、ということで、またですね、この成長が、次の段階にですね、また次接木苗になりますので、接木する時などの時期になりましたらまた動画にてご紹介させていただきます。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。